どうも、ジャニアノートです。たまにはナイトメアモードの僕にも会いに来てね。あ、今位置が変わってんの？オッケー。わあ、こうやってやるんだ。なるほどね。オッケー。オッケーだよ。オッケーだよ。ロータス姉さん、任して。よし、オッケーオッケー。来い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 、どんどんエネルギーを吸い取ってくれよ俺の。あと今度向こうかな。よし、行くぜ。また出てくるとか言わないでね、ストーカー。もう2回も戦う元気ねえよ俺。時間もないよ。実況動画っていうのはね、30分以内に終えたいもんなんですよ。オッケーオッケー、帰れるこれで。よっしゃ、 100% なった。おお、ボイドコンパスは全て分断されたが、もう一つの段階がある。なるほど。ペンデュラの方へ向かってください。中心かな、向こうか。そいつは一体何だい。やばい、いっぱいギャラリーがいた。オロキ、お前が作り出す雑音は消える、永遠にだ。やばい。うわぁ、ハンホーに発見されてしまった。すまないが、全ての結末がどうなるかそばで見守ることはできない。自分自身を守らなくては。我々の取引を忘れるなよ、ロータス。おお、バイバイ。じゃあね、無事に逃げてね。絶対無理っぽいんだけど。死亡フラグみたいなもんじゃない。やばい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 。どこだい？こちらのペンデュラはボイド内部で安定させる。電源を落としてください。わかった。ロータス姉さん、あなたは何でも知っているね。え、知らないわよ、知っていることだけよ。なあ、またかよお前。もういいよ。セキュリティアイを警戒。わかりました。ペンデュラを破壊する。これのこと？どれ？あ、これか。これを破壊すればいいのか。なんかシールド貼られてますけど。オッケーオッケー、破壊してるよ俺今。止めるために頑張ってください。わかりました。ストーカーいないよね、大丈夫だよね。うわ、なんか防衛本能じゃね、あれ。なんかめっちゃ防衛してきてない？やばいやばい、怖い怖い怖い。あ、ペンデュラをわざとあいつに破壊させるってこと？やばいんだけどこれ、あいつ防衛システムやばくない？いって、何？どっから攻撃してんの？あいつか。あ、あいつを破壊しろってこと？なるほどね、わかりました。ちょっと体勢を整えさせてください。めちゃくちゃ大変なミッションじゃねえかよ。あいつを破壊することで1個破壊できたってことになるのかな。ああ、なるほど、そういうことか。あの明かりの部分を破壊しろということか。やべやべやべ、なぜかあの水放射能攻撃がついてやがる。よし、行ったか。行ったんじゃねえ今。邪魔。 OK、 よし。あれ、破壊できてない？やっべえ、あの背後からの攻撃マジで。うわっと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 、死ぬ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 、危ねえ。そうです。お、よし、オッケーオッケーオッケー。なるほど、あいつを倒せばいいんだね。うわっと、危ねえ、巻き込まれてた。追加ダメージやばそうだな。回復させていただきます今のうちに。いつまでやるんですか。オッケー、よし、いって。あいつめっちゃ強いじゃん、火力。あといくつ破壊すればいいんですか。あといくつですか。あと2個ね、任してください。 OK。 おー、危ね危ね危ね。ターゲットはあいつに向いてくれないからな。あの中心に引き込まれる技はマジでやばいやつだ。倒した？倒してないな。いって、めっちゃ強いあの技。やばいやばい、危ねえ。ちょっとあれはマジでやばい。うわ、死んだわ。すげえ難しいこのミッション。いやー、強いねこいつ。ちょっと硬いねあいつが。うわー、待って、危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっと普通に攻撃させてください。オッケーオッケーオッケー、食らってください。どうですか、気持ちいいですか、どうですか。それともあいつに攻撃させんの？理屈があんま分かってない。どうすればいいんだろう。ここにいればいいかな。食らわないもんね。どこだ、攻撃が当たる位置に移動してくるね、やっぱり当然のごとく。いた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 。よし、オッケー。撃たせるのかな、わざと。怖え。よし、オッケー。あ、破壊させるんだ、なるほどね、わかりました。倒すもんだと思ってたわ。やばいやばいやばい、あん時はちょっとやばい。無敵モードにしとこう。一回やられたね、マジで強いわこいつ。来るかな、来い。おい、なんで、あ、まあいいんか、俺ここにいれば。無敵モードだもんね今。全然ダメじゃねえかよ、ムカつくなあいつ。
ここの放射能攻撃がうざいんだよね、何気に。よし、オッケー、いった、やったぞ、全部破壊した、集中した、終わりました。月はボイドへ、外へ落ちていきます。待ってください。なんで？まだあんの？もう帰らして、そろそろ。乗り心地が不安定。知らんわ。そんなん知らねえよ。マジか。OK です。まあ、軌道をちょっとしっかりさせてくださいってことだね。乗り心地が不安定って。ん？奴らに必要なのは？マルグリス。根絶やしにされることさ。奴らは地獄から来た悪魔であり、もはや人間ではない。なんだ、ハンホー急に。ここかな？違うわ、バラス。これ以上の虐殺は必要ない。私たちなら守ってくれるかもしれない。なんか言ってるね。わわ、捕まった、なんか。やばい。え？どうして悪魔を守るというんだ？エレベーターだ。マグリアス、奴らがお前に何したことも関わるずだ。すげえ。綺麗、めっちゃ。わあ、なんか過去話だね、完全に。センティエントじゃねえ、これ。マジめんどくせえやん、おめえら。うてててててて。やべやべ。落ち着いてくれ。俺は君を守ることはできない。なんかいろいろ話してるし、こいつ無視した方がいいな。やばいやつだ。やばいやばい。ヘリオス君もいないし。この穴はさすがに通れないだろう。あ、来た。ビビった。よし、くらっとけ。何か他のもので。いや、めんどくせえな、あいつマジで。めんどくせえ敵だ。脱出してまっすぐ向かいましょう。時間も時間なので。いやー、一回やられたなー。強かったなー。うわ、めっちゃ美しい。地球じゃねえか。かっこいいなー。あ、このまま帰るんだ。うわー、めっちゃ神秘的。いや、やばい。ウォーフレーム、マジやばい。すごいことになってる、ウォーフレームが。よし、入り口に戻ってきた感？あー、大変だったー。めちゃくちゃ大変だった、このミッション。なんとかでもストーカーも倒してね。ストーカーにはやられたかったけど、あのボイドのね、防衛システム的なものにやられてしまったのがちょっと悔しかったね。でも面白かった。切れることはなかった。さあ、会話を聞いていきましょう。どうなるかな？まだあるのかな？月は通常宇宙に安全に戻りましたが、リザーバーは以前よりもさらに危険にさらされています。ハンホーはファイターを送ってくるでしょうし、ストーカーが今なおあなたの元へ向かっています。移動してください。追いかけてきてんだ。逆に今度はリザーバーを救出せよ。おお、次の段階ですね。いや、来るところまで来てるね。これが多分最終段階っぽい感じもするけど、まあいつまで続いてもいいぜって感じ。ただセンティエントとストーカーが相手なら、ちょっとやっぱり火力の高い武器、まあ通常攻撃はこれ随分効いてたのでね、最後のあの HP をごっそり持っていけてたので、まあバルキア姉さんで行くかフレームを考えつつね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。ちょっとね、前後編で分かれて続きもんになってましたけれども、こんな感じで今回は終わりにしたいと思います。そんな感じでよろしくお願いします。バイバーイ、お疲れさーん。トゥ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 。はい、どうも、ハピネスだけのハピネスです。ウォンフレームの生放送じゃなくて、ウォンフレームの初見実況プレイやっていきたいと思います。生放送やりすぎだな、俺これ。ペロペロされたいんだ、こいつめ。続きをやっていきましょう。はい、リザーバーを防衛せよってことですね。リザーバーってなんだか自分の中ではよく分かってない感もあるんですけれども、これまさかさ、全部、クエスト内容とか言わないよね。そんなことないよね。普通に確保とかあるもんね。すごいなぁ。こういうステージを自分の任意の状態でいけるっていうのはちょっと楽しみだね。うん。まあ前回ね、ストーカーと、センティエントでボイドの防衛システムみたいなのがめちゃくちゃ強くてね、大変なことになってましたけれども。まあ今回はね、どんな感じか。で、またセンティエントとストーカーが出てくるみたいなフラグをね、ロータス姉さんが立ててたので、まあ、もうみくちゃにされながら楽しんでいこうやつってどんどんレベルが上がってくんだ。まあ序の口かもしれないから、行きましょう。2番目の夢、リザーバーを防衛します。装備は前回の実況動画と変わらないですね。それではシャープ152よろしくお願いします。ラッタッタラーラッタッタッタ、リザーバーを救出せよ。救出せよってどういうことなんだろうな。また前回同様のちょっとぶっ壊れ気味な、うわめっちゃかっけえ門が、やばい。ここすごいな。ハンホンは今すぐにもリザーバーに攻撃を仕掛けてくるかもしれませんが、我々はボイド崩壊を見守りました。彼はこの神聖な場所にたどり着くことはできない。なるほど。亡霊よ、干上がる砂漠となるまでリザーバーの血を流せ。人のことかな、リザーバー。なるほどね。こういうところもさ、もう考察だけどさ、完全に栄えてた時は人がいっぱいいたわけだもんね。こういうところで過ごしてた人たちがいたっていう感じ、時代の名残を感じるけど、
今や閑散として誰もね、ここにはいないっていう感じだね。なんかこの贈り物みたいに、ロータス、私に共になり、お前の不名誉を払拭せよ。私が愛する一人となれ、もう一度ナタフエとなるのだ。すげえ、かっけえ。門が開いた。敵は何になるんだろう、ここ。感染隊が乗ってたからそうなのか、やっぱり。なるほどね。また前回同様、あの黒い連中が出てくるのかな。うわー、いきなりおめえかよ。邪魔だわ、マジで。お前をなんて呼べばいいんだ、俺は。あ、この時無敵？マジか、こいつ。立ち悪いな。よし。コメントもらったからな、俺。バルキア姉さんでゴリ寄せと。コメントをもらったからには、俺はそれを有言実行させてもらうぜ。死ね、死ね。やられてくれ。あ、もう効かないこれは。あ、効いてるよね。ゴリ寄しましょう。ライノでゴリ寄すか、こう、バルキア姉でゴリ寄すのがいいっていう話を聞きましたね。ただ、ヘリオスがあっという間にぶちのめされた。マジか、これ。よし、倒した。やった。ただ、一体に対してこれはきついね。でも、バルキア姉さんがいれば大丈夫だね。危ねえ。やっぱバルキア姉さんで来てよかったわ。行きましょう。どんどん目指しましょう。お、見覚えがあるようでないところだね。ああ、こっからスタートすることもありそうだね。行こう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 。またセンティエントいっぱい出てくるんだろうけど。まあ、随時無敵モードでぶっ飛ばしていきましょう。うわぁ。あなた方、オロキンは、外面は完璧だけれど腐ってるわ。隅から隅までね。やばい。誰なんだこれ。姉さんではないよね。ロータス姉さんではないよね。七つの手は上がった。君の配信への審判は死だ。マグリアス。なぜだ。誰、どういうこと、何をしてるんだみんな。うわー、ビビった。やっべ、あ、言ってダメージ受けた、ちゃんと。うえ危ねえ。センティエントは無視しましょう。ちょっとめんどくさいんで今のところね。なんかアイテム落とすかなーとも思うけど、もうヘリオスいないしスキャンできないしね。さっさと行こう。うわー、なんか道なき道。やばいね。この上も行けんのかな。あ、行けそう。おお、すげえ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 。センティエントの音がする。どこだ、近い近い近い。追っかけてきてんのあいつ、やっぱ。でも道は合ってるね。あぶね。こんな複雑な道あいつ来れねえだろ。飛んでるから来れんのかな。やめてね。叫んどこうか。くんなー。オッケー、もう来ないでしょ。おお、すげえ。これで大丈夫だと思う。ヘリオスが死んでんのが嫌なんだけど。数年前に俺たちがラウェイ引き渡した欠陥品についてだよ。奴らは叫んでいたのさ、転移を。どういうこと、転移って何。俺たちは切羽詰まっているのは分かっている。執行官、しかしこいつらはダックスの兵士ではない。天皇を生み出そうとしてる話、エクスカリバーを生み出そうとしてるの。悪魔に取り憑かれた。おお、じゃあ天皇の話してんだ。なんかいろいろ過去があるみたいね、コーデックスで読むと。やばいな、怖いな。あ、上か、階段を上がっていくのか。この閑散としてる雰囲気がまた怖いね。センティエントしかいないんだここ敵。感染隊がまるでいない。うわー、一気に来やがったこいつ。こいつは潰そう。この技にお前は食らったらやべえよ。こう回転ゴマしかないじゃん。本当に和風センティエントしかいない。ジャパニーズソウルを食らえやって言って、なんかコーマーみたいに。よしよし、大丈夫大丈夫。私の攻撃に順応しててもバルキア姉さんのパンチには勝てないってことを思い知らせてやるよ。やばいやばい、俺がやばい、俺のエネルギーがやばい。こいつエクシマスとか言わないよね。なんかめっちゃ吸い取ってる感やばかった今。なんで寄ってくんの、寄ってこないで。危ねえな、これ吸い取られてんの俺。うわ、またそれかよ。ちょっと待った、ちょっと待った。エネルギーエネルギーエネルギー。ああ、いって、ふざけんなおめえ。やべえこいつ、あいつやばい、こいつはやばい。でもあれしかないんだ攻撃、よく考えたら。いやでもめんどくせえ、かってえわ。効かないっしょだって51。いやー、倒したところでなんか得るもんなさそうだから行こうか。おお、すげえ。うわー、なんかこんな風にはっきり動いてるのはまた美しいね。ボイドだとなんか止まってるのもあれば、なんか打ち捨てられた感があるけど、ここはまだ生きてるっていう感じがする。ここでセンティエントと戦うのはかっこいいけどさ、ドア閉められちゃうよお前。マジ私の足の速さについてこれると思わないでね。うわー、グリニア海底基地で聞いた音がここでもプワンプワンプワンって。やばいな。もう着くよ。着いた。すっげえ眩しい。おお、何、ムービーが入んの。背後からなんか来そう。おお、何何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 、これ
王冠かぶってます私みたいな感じだけど、バルキア姉さん何が出てくんだ。視点は動かせども、あまり意味のない感じ。アップできるわけじゃないし。うん、何卵。うわー美しい。わー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 、あ、眠ってるのかな、なんか中に誰が出てくる。わ、かっこいい、映画みたいな、すごい。 It's a movie ムービーだけどね。何入れって。あ、何、誰かいる。天野、天野の元の人。わーお、長き眠りから目覚めたね。なんか最初ウォーフレームを始めた時のオープニングみたい。自分が眠ってたあれみたいだね。あー、何何何、ノイズが入ってる。わー、え、何、どうしたの、なんで意識不明。 Dream。 何、夢見てんの今。 Not of what you are. はい、今のあなたではないけれど、But of what you want to be. あなたが望み描く夢。うわお、あ、入れ替わった、入れ替わったの、なんか意識が、どういうこと。はい、なんで、なんで取り付こうとしてんのお前。私はどうすればいいのかしら。バルキア姉さんは外装品そのままで来れるっていうのがすごい親近感湧くよね。すごいのそのそ来てんだけど。あー、触れちゃうよこのままじゃ。大丈夫。あ、何、おお、助けてくれんの、何ですか。やばい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 、感動してる感動してる。おお、懐かしいねこの曲ね。おお、立ち上がった。誰なんだ。あ、ここにね、来て、無理、ストーカー、え、やめたの。迷いを感じるだろうが亡霊よ、自身の絶望を忘れるな。これは集結させるためのお前の最後のチャンスなのだ。ストーカー、どうするの。あ、ちょっと泣きそう、俺泣きそう泣きそう、やばいやばいやばい、感動してる。お前の憎悪は非常に弱い亡霊よ、私の憎悪は強い、私が断片を終わらせるのだ。ストーカーやめたぞあいつ戦うの。わあ、オペレーターよ、目覚めたのですね。オペレーター、しかし現在は今まで以上に無防備です。オペレーターなんだこれが、今すぐ船へ帰還してください。みんなが言うところのオペレーターなんだこれが。センティエント、お前バカじゃないの。うん、バカだあいつ。 R2 で一心の力を。お、何これ、ちょっと真の力発揮してもダメじゃん。ねえねえねえ、死ぬ死ぬ死ぬ、私ダメです、いてててて、死ぬ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 、あぶねえ、ちょっと無理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 、死ぬ死ぬ私。あ、センティエントはどうにかできるってこと。ああ、なるほどね、死ぬ死ぬ私。ほら暗いよセンティエント。ねえ、やばい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 、めっちゃ強い、俺死ぬ。でもこのままじゃアイテムめっちゃ使いたい、ごめんなさい、すいませんセンティエント。あ、バン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 っつって、いやすげえ、めっちゃ強いなこの人。死なないようになってんのかな俺。あ、死なないようになってそう、ちょっとごめん俺もう限界、ちょ死んで、お前早く死ねよ、危ねえセンティエント。いやーもうこれきついでしょ。あ、めっちゃ回復してんだけど俺、マジでいいの、ありがとう、ごめんね、めっちゃゲームオーバーになる感はあるわ、あんまやられすぎるとお前死ぬよみたいな。ちょっとすごい、オペレーターめっちゃ強いじゃん。オペレーター、おいででででで、何目の前にもいんの、ごめんなさい前見てなかったです、強え、何これ、センティエントが一網打尽にされてんだけど、後ろは気にする必要ないなこれ。オペレーターお前強いな、さすがにセンティエント一網打尽じゃないこれ。うわ一瞬だわ、これあればどんなミッションも楽じゃね。いって、素材集めとか超楽なんだけど、やばなこと言ってる俺、やばいやばい、急げ急げ急げ、よしよしよし、のっそのっそ来たぜ。あ、やったクリアした、やったよっしゃ、危ねえ、めっちゃ危なかった。みんなが言うところのオペレーターってこれなんだね、なるほど、はあ、何のことか分かんなかったけど、すごい出会いだね。いや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 、ストーカーに感動ですね、より一層好きになっちゃう。おおーっと連れて帰ってきた、